味性交渉ハプバーズブズブ女なんてやばマジでこれ教えてほしい。こうやってやるんだよ。お二人をお呼びしております。全員でやるんでしょ。あー、そうです。はい、どうぞ。リクジャスティンとジャッキンダイフー。これら知らないか、チーギュタイトル教えてもらえない。今日の3名は、うん、趣味、交渉、ハプバーズブズブ女。やばっ、ね、え、全員。いや、そうです。全員なんか。マジ、じゃあハプニングが入ってもいるんですね。じゃあここでもしかしたらハプニングが起こる可能性はないです。ないです。この動画を FC2 にワンチャン。あー、いらん。わかる、収益あるから。わかる。ということでね、ガンガン聞いちゃっていいですか、もう。はい。友達3人で一緒に行くの、みんなで。じゃあハプニングってまずどういうところか何か教えて。確かに。そうね、ハプニングは2種類。パターン、あ、じゃあ会員制なんだ。何人くらいいるの？20とか15とか。じゃあ、男の人と女の人の割合は？男の人は男の人の割合は多いんですか？そうだよね。で、怖くないんですか、それは？怖くない。あ、待っとくね。え、それってもうピンポン、すいません、お邪魔しますって言ってもそのまま突っ込んだの？じゃあ、デザイナーズマンションをそう借りてる人が主催してるの。そうって、誰に聞いていくの？だってそんなの、ね、経緯が知ってたの。地元の友達みたいな感じ。え、学校が一緒だったんで。いや、どんな学校とも性教育よろしかったんだよね、一日。男って確かにいるの？おじさんとかも。いるの？かっこいい。自重しないよね。顔な、女の子はどう？まあ、その竿なのか、プレイ、あのテクニック重視か。かぶってる人なの？ちなみにどういった竿がやっぱ長いとか太いとか。長いからゴリゴリ。伝わる。お馬さんだね。最高何人ぐらいしたんですか、一日？やっば。え、男9。結構嫌だね、これ。7人目の気持ちがよく。まあでも男の人も多分逆にそういうのでこう興奮するタイプ。だから俺は1対1でさ、こう愛情とみたいな感じで。ね、イチャイチャとか、なんで俺暴露してんのかわかんない。そうそうそう、これがだよね、普通なんだけど、多分3人は。え、彼氏とかいないよね、もちろん。彼氏はいない。いた時に行ったことはない？あ、ないです、ないです。本当は？本当は？お名前決めてる。あ、お名前いいかなと思ったんだ。大丈夫ですか？お名前決めてちょっと呼びづらいし。そうですね。あ、いいよ。あ、顔が好きなのがいいって言うだけ。じゃあ、メイクいて。あけみ、あけみ、あけみ、いや、ジャスティンの親やろ、それ。俺が言うね。ああ、俺が言うね。女の子が
足が無事だったり、こっちが男性子供っていう、なるほどっていうのがまず、なるほどね、断る、あ、なるほどな、まあだって趣味だもんね、仕事にしてるわけじゃない、でもさ、その9、10ピアだっけ、うん、9人になったら嫌な人いるでしょ、あ、いるんですけど、最悪最後だけ顔が良ければ、あ、終わりよければすごい、いるじゃん、確かに、だから男側はすげえ嬉しいだもんね、え、ちなみに何カップなんですか、グリーンカップ、わあ、グレートフルデッド、あ、俺は老化するわ、距離ないんだけど、大丈夫わかんない。わかんない。ありがとうございます。あけみさんは。いいです。おお、みんな大きいね。すごいね。で、普段は普通に OL。普通じゃ満足できないね。ね、もうだって彼氏とかできたら大変じゃないですか。それ足りないじゃん。足りなくなった。振り切っちゃって仲間割れでいいの。ああ、そう。愛があるのとそれは別。おもろい、おもろいよね、めっちゃ知らない世界知れて嬉しい、めっちゃマジで、ちょっと俺教えてほしい、教えました、できるだけこうやってやるんだよ、でも勉強になるね、で経験人数大体わかります、ざっくり経験人数は一番多いです、大体何人ぐらい、わお、その今まで経験してきた中で一番良かったっていう、あー聞きたいわそれ、あ、好きなんだ、すぐ締めてやるよそういう目になってたぞどういう、ちょっとおかしい、見られるのとかが好きで、っていうのが好きな感じで男の人が多いのよ、良かった、どうなんだ、あんまりちょっといい、まあでもそれはね、僕は物によっての動きがありますから、うん、皆さん、この子たちは特殊な女の子女ってみんなこうなんだ、じゃあやっていいやじゃないですよね、そこだけお願いします、あけみちゃんの方がありました、なんか良かったと思うのおかしいけど、もうなんか、もうダメって思ってる、なるほど全員ドラムじゃねえか、やらかしたエピソードとかあったら教えてほしい、やらかしたか、やらかしたゴマは絶対、あ、ゴマは絶対ですよ、マスナが言ってる、マスナとかじゃないけど、クリーム顔読んでてもしてたりとか、なんかとかで言葉めちゃめちゃ言葉を言わないその勃起っていうのは気持ちないですよねこの3人の中だったら誰が一番うまそうですか、ブラッキーさん、あー、タバコ吸いながらバックする誰が一番、あ、やっぱ俺って出すのもないの、私は飲むとかもできるんで、すごい、ジャスティン何で、あ、親友が一番、あ、ザッシじゃねえ、下に上げて、もうこういう状態で、あらら、その延長線上でローションに行って、こっちでこう、で逆に俺これ聞いた後俺怖くてやれないもん、そりゃそうよ、満足させられない、レベルが高いっていうか、ね、そうそう、させられる自信がない、同じく同じく、出た、相性って言ってますよね、ほら相性ありますよね、相性がわからんってジャスティンって相性ってどういうことですか、ちなみに その声が終わった後に言ったことありますこれ、俺らおかしいみたいに言うなよ、いやいやおかしい人と話してるよ今ということでダメ女レベルを、はい、まあ、ちょっと今日今回難しいけど、いや結構ダメなんじゃない、難しいです、難しい、難しいよね、はい、決めていきましょうか、はい、じゃあ僕からいきますよ、はい、こちらデデン6アップにしましたそれ自体はすごい別に悪いことではないと思うけど、もし、うん、自分の周りにいたら、うん、あ、やだな俺、うん、ね、寂しいなって思っちゃうんで、うん、6です、なるほど、はい、行きます、はい、あ、いいです、ほいで、お、ゼロ、なんも悪くない、お、まあ、こういうことは別に好きなようにすればいいじゃんと思って、そうだね、ちゃんと日にも知ってるし、まあ、マスターもいるとということなので、ここは0点です、はい、ジャスティンさんお願いします、はい、僕はこれです、はい、はい、はい、
しです。同じかって。まあいいことなんですけど、今のままでいいけど、自分のもし友達とかだったらちょっとショックだなっていう、ない人一緒の意見です。だからなんかいつもあのダメ女図鑑ってなんか反省みたいのを言ってもらってるんですよ、カメラに向かって。反省するようなことないもん。ないよね。だから全国の男の人になんかアピールポイントですね、向けてその意味はもうやめた。早い。はい、ということで今回のバメ女図鑑はハプニングバーなどもでした。それでは次回のお楽しみに。どうどう、なんかそのびっくりしすぎてムラムラせん。あ、衝撃すぎて、ね、でも俺逆になんか、うん、結構普通だったじゃん見た目が、うん、そんなさ、だからこんな子どんなことするんだろうってちょっとこう妄想力が湧いちゃったね。あ、想像力ムラムラしてるんやな。まあちょっとということでね、ダメ女図鑑募集していくので、私こんなエピソードあるよっていう子はね、募集のツイッターに DM をください、はい、お待ちしております。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくコメントとコメント。